こんにちは、トコチャンネルです。今日はハロウィンファイルの続きをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃん。オレンジから紫に変わったと思われるかもしれないけど、まだ4ページ作ってます。はい。4ページどこまで行ったか。ここまで行きました。トコチャンネル。はい、ここからね、先、なぜか録画止まってました。2冊で大失敗してます。すいません。組み立てれたやつの続き、組み立てるところから続きしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。トコチャンネル。はい、途切れたところをね、ちょっと補うために説明していきますと、もうね、くっつける手前だったんで、どこまでやったんだろう。多分もう両面テープで貼るだけなんで、こっちだ。両面テープはこっちと同じ貼り方で大丈夫です。で、それを残りのここにね、ぴったり合わせて貼り付ける。貼り付けた後に、ここを貼るんですけど、ここっていうのは、絵合わせしてあります。なので、これを貼るときに、こっちの、ちょっと別でやった方がいいかな。こっちのペーパーの端に、ここのペーパーの端を合わせて、こっちのね、両面テープ剥がして、こう合わせて押さえたままくっつけます。で、あとはもう全部両面テープ剥がして、ここをね、浮かせて真ん中から貼って、両端にこう押していくと、綺麗に貼れます。はい、ここまで。やりました。で、こっから先ね、ちょっとデコレーションの準備して、やっていきたいと思いますので、一旦また切ります。トコチャンネル。ここまでね、できたんで、あとちょっとデコレーション、まあ、後で足すかもしれないですけど、今できるもの、やっていきたいと思います。まず、レースね。よいしょ。よいしょ。レースってさ、剥離紙剥がしにくいよね。今更って言われてたけど、剥がしにくいよね。よいしょ。よいしょ。やけど剥がしにくい。ちょっとはみ出したから止まるか。で、もう一個ね。ハロウィンだ。これリボンって言うんかな。リボンになるんかな。リボンのとこで売っとったんでな。あ、今年じゃないよ。だいぶ前にね。こんなもんでよっか。目ん玉ちゃんが見えるぐらいがいいぐらい。この辺がいいかな。よいしょ。かぼちゃん。ここでね、入れる。で、そっち取るときはこれ。で、ここのね、シール。どうするかまたゆっくり考えたいと思います。はい。まあ、それね、細かいことは後回し。ということで、あ、そっちでしょうか。ということで、4ページ目、完成ということで、終わりたいと思います。よいしょ。閉じれん。よいしょ。はい。終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。